アビグドール・リーベルマン、アビグドール・リーベルマン、アビグドール・レバーマン、ヘブライ語、イキナ、イベト・リーベルマン、エベット・ラボビッチ・レバーマン、ロシア語、は、モルドバ出身のイスラエルの政治家。イスラエル国外務大臣を務めるも、2012年12月に、辞任、公述したが、翌年11月外相に復帰した。2018年時点では、ネタニヤフ首相が、外務大臣を兼任している。 ロシア系ユダヤ人、イスラエル国会議員で当選4回、極右政党、イスラエル我が家の、元党首。カタカナ表記は、リーバーマンとも。1958年6月5日、ソビエト連邦、モルダビアソビエト社会主義共和国、現モルドバのキシニョフに生まれる。若い頃は、キシニョフのナイトクラブで、用心棒をしていた。1978年、 二十歳の時にイスラエルに移住し、ヘブライ大学で政治学、国際関係学を学び、卒業する。青年時にはラビメールカハネに系統していた。その後、ベンヤミン・ネタニヤフ政権下で内閣の事務局長を務めたが、連立政権に不満を持ち辞職した。百九十九年に旧ソ連、東欧からの帰還者が中心となりイスラエル我が家を、 創設し、同年の総選挙で、クネセト議員に初当選する。2001年に発足したアリエル・シャロン政権下では、国家基盤省として初入閣するが、翌年3月に合わせるアラファト議長に対する姿勢が弱腰だとして、政権を離脱。2003年のシャロン政権2期目にも運輸省として入閣を果たすが、同政権が目指したガザからの全面撤退を目指した。 ガザ地区撤退計画に反対したことで解任される。正確には同計画の閣議決定直前に国家統一党のベニーエロン観光省と共に解任される。イスラエルの閣議決定は日本とは異なり多数決で決定されるため反対が確実視されていた2名をシャロンが先手を打って解任した。2013年1月に行われる予定の総選挙でイスラエル我が家は リクードと統一会派を組み、選挙に臨むこととなった。また、リクード党首であり、現イスラエル首相、ベンヤミン・ネタニヤフと、総選挙後に、ネタニヤフが3年首相を務めた後に、首相の座をリーベルマンに譲る約束も取り交わした。これにより、特に問題が発生しなければ、2016年に、リーベルマンは、イスラエル首相になる図であった。かつては、 ラビカハネに傾倒していた経緯からパレスチナとの妥協には一切反対する極めて強硬な立場を取っていた。世俗主義であるものの旧約聖書の解釈を厳格化させた大イスラエル主義、約束の地の範囲をもともとイスラエルのものと捉える思想を掲げており、市内半島からヨルダン川東岸を固有の半島とした領土拡張主義を長年取ってきたが、2005年政策を 大きく転換させる。現在はヨルダン川西岸などのユダヤ人入植地をイスラエルが併合する一方、イスラエルに住むアラブ系住民の土地をパレスチナ側に譲渡させる住民土地抗論を主張。この政策が人心をつかみ、2006年の総選挙では11議席を獲得。2009年総選挙ではユダヤ人国家への中誠なくして市民権なしをスローガンにして臨み、 15議席に躍進。左派からは、極右と激しく批判を受ける一方、急進部派や、より過激なカハネ主義者からは、日和り的と批判を受ける。2008年12月27日から始まった、ガザ紛争について、テルアビブのバルイコールイラン大学の講演で、イスラエルは、ハマースに勢力がある間は、安全でない。ハマースの戦意を苗させる決起が必要だと発言。また、 我々はアメリカが日本に対して第二次世界大戦中に行ったのと同様ハマースとの戦いを続けなければならない。当時も占領は不要だったと発言し、ハマースの戦意がえるまで戦い続けるよう訴えた。同発言を報じたエルサレムポストは広島、長崎への原子爆弾投下を引き、暗にハマースへの原爆投下を指すと報じた。 イスラエル我が家のスポークスマンは、共同通信社の取材に対し、日本に対する米国の抑止力についての話であり、核兵器使用に言及したものではないと説明した。また、ディーベルマンは、ハマースと接触したアラブ系国会議員の処刑を主張している。イスラエル我が家は、党のテレビ CM の中においても、アラブ系国会議員を一人、カズトナザシで恥を知れと正している。 また、リーベルマンは、アラブ系議員のクネセと追放を主張しており、このことで、アラブ系議員との衝突が起きている。リーベルマンが、テレビ局のインタビューに答えているときに、突如言、リーベルマンを眼前で、ファシストなどと非難した、アラブ系議員タレブエルサナに対し、あなたはテロリストだなどと言い返した。また、同じく、アラブ系議員ワセルタハに対し、 クネセトでの演説で、あなたはテロ組織の代理人だなどと非難、激しく言い争ったこともある。2009年3月31日、組閣交渉の末ネタニヤフが政権復帰すると、リーベルマンは外相となった。4月1日の新旧外相引き継ぎ演説で、前のウルメルト政権とパレスチナ自治政府が2007年11月にアナリスで行った和平交渉再開合意を、 イスラエルに履行義務がある文書は一つきりで、それはアナポリス会議の覚書ではない。2003年に示されたロードマップだけだ。イスラエル政府と議会はアナポリスを一度も承認してはいないと否定し、パレスチナ国家を承認しない見解を示した。同月6日、バラク・オバマ米大統領のアナポリス指示の発言を受け、同月7日、イスラエルは人に干渉することも人から監督を受ける。 ことも望まないと表明した。イスラエル我が家は2009年6月にアラブ系住民の市民権について市民権付与の条件としてユダヤ人国家への忠誠を誓うことを定めた忠誠法案を提出したが世論の反発が強く、そして議会でも連立相手の労働党は反対し、リクードも最終的には反対に回り法案は多数決で否決された。 2010年12月26日、リーベルマンは、トルコ人たちは嘘つきで、また、パレスチナ自治政府は違法であり、そして、ネタニヤフは非現実的だという趣旨の発言をし、物議を醸した。ネタニヤフはすぐさま、首相のみに、イスラエルの政治を動かす権利があると反論、リーベルマンへの不快感を露にした。2011年1月5日には、リーベルマンが主導し、 イスラエル国内の人権団体の資金源の調査を可能にする法案をクネセトで賛成多数で可決させた。これについては民主主義の死を告げるものなどと諸外国のみならずイスラエル国内でも批判の声が上がっている。2015年3月17日、イスラエル国家に忠誠を誓わないアラブ系イスラエル人は残首の刑に処すべきだと発言し問題となった。 他にも、アラブ系住民が多数を占めるとし、ウムエルファンがイスラエル領内に泊まる理由はない、泣く馬の日、大災厄の日、イスラエルの独立記念日を、アラブ系の住民はこう呼ぶに黒い旗を掲げる、アラブ系住民をパレスチナ自治区に追いやるべきだとも発言した。イスラエルの右派は、この演説を聞いて熱狂した。リーベルマンには以下に示すような疑惑が持ち上がっており、 特に信託義務違反容疑による基礎決定は当時外務大臣の職にあったリーベルマンを辞任に追い込んだ。2009年2月3日、イスラエルの大手新聞、ハーレツがリーベルマンが青年時代にメールカハネに傾倒していただけでなく、実際にカハネが党首を務めていた人種差別的信条を掲げていた極右性、カハの党員であったとスクープしたが、リーベルマンはこれを否定している。 2001年から2008年にかけて、娘の名義を使って設立した架空の会社を使って、複数の事業家から合計120万 US ドルを不正に受け取った収賄容疑が持たれた。2011年4月には、収賄や資金洗浄の容疑で起訴される可能性が報じられ、有罪になれば禁庫10年の刑になるとされたが、起訴には至っていない。 2012年12月には、司法当局が、リーベルマンを、信託義務違反の容疑で起訴すると発表。2008年にチューベラルーシ大使から、自身の収賄容疑に関する情報を得たものの、これを公表せず、大使の昇進などに便利を図った疑惑が持ち上がっており、これが、職務上の義務の不履行につながったと判断された。直後に、リーベルマンは、 外務大臣を退く意向であると報じられ、同月18日、外相を辞任した、外相はネタニヤフ首相が兼任。同月30日、イスラエル検察当局は、リーベルマンを、信託義務違反の罪で訴えしたが、翌年11月6日、無罪判決が出た。その右翼的信条から、エジプトやヨルダンといったイスラエルと国交のある、アラブ諸国から会談をボイコットされている。 2010年5月31日に発生したガザ、支援客船ラホ事件で、イスラエルがトルコに謝罪するか、もしくは国際調査を受け入れなければ、国交を断絶するという意思を、トルコ政府が示していることに対し、謝罪する気などを全くないと突っぱねた。トルコとイスラエルの今後の関係が危ぶまれている。私生活では、二人の娘と一人の息子がいる。ヘブライ語の他に、 ルーマニア語、ロシア語、英語を話す。イスラエルの新聞、ハーレツは、リーベルマンを、新たなメール、カハネと評している。また、ハーレツ記者のエルダド・ヤニブは、2011年3月31日付の記事で、リーベルマンは、レイシストであり、イスラエルの民主主義を守るためにリーベルマンを止める、必要があると訴えている。また、日本との関係では、 リーベルマンは2010年5月に訪日、イスラエルが最も重視するイランの核武装の脅威を訴えると、共にイランと北朝鮮の連携についても警告した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。